これは ABS 樹脂を射出成形した自動車内装部品。厚さ 0.15mm のフィルムがラミネート加工されています。はみ出した余剰フィルムのトリミング工程は現在カッターなどによる手作業が主流ですが、形状が3次元曲面のため品質にばらつきが発生しやすく、またプレスによる抜き加工や多関節ロボットによる超音波カッターの加工機は巨大な設備や高いコストがかかります。稲葉モデルが開発したレーザートリム装置は、高精度な出力制御ができる CO2 レーザーマーカーをロボットで操作して高精度な3次元加工を行います。製品の位置決め精度に優れた受けジグが X 軸方向に、照射位置を自ら3軸方向に可変できるレーザー本体がY 軸と Z 軸方向に稼働して、パワー出力、スポットの大きさ、スキャン速度などを製品形状に最適設定しながらトリミング加工を高精度、スピーディーに自動運転します。製造ラインに収まるコンパクトなマシンサイズと作業工数を大幅に減らすシンプルな機構、 CO2 レーザーは環境負荷の極めて少ない封入式を採用、またフィルムのヒュームを吸引する集塵装置を備えて環境対策とメンテナンス性に優れています。検査ジグ、各種装置の設計・開発で長年培ってきた独自のノウハウを生かして、稲葉モデルはトリミング工程の生産効率と品質精度を高める3次元レーザー加工の自動装置を御社の生産体制に合わせたカスタムメイドでご提供いたします。